稲妻雷五郎は、日立国河内郡阿淡崎村出身の元、大相撲力士。第七代横綱。本名は根本斎介。1802年頃に、日立国河内郡阿淡崎村で生まれる。佐渡が学部屋へ入門後に西木島平野へ移籍し、松江繁華下への力士となった。1821年2月場所、牧野島の四行名で幕下から、初土俵を踏む。 1824年10月場所で新入幕を果たすと、同時に稲妻雷五郎に改名すると、その場所では7勝142級の好成績を挙げ、1825年1月場所では小結びに昇進する。その後もトントン表紙に出世していき、1827年には大関へ昇進した。看板大関ではなく、平幕1場所、小結2場所、 関脇三場所を務めた後の大関昇進は、異例の早さで、来年ため上門をもしのぐほどである。1828年に、京都五条家から紫の回しと、締め縄、1829年には、吉田塚崎から横綱免許を授与された。これによって、両者の間で紛争が起きたが、徳川家成の上乱相撲に際して、大野松六之助と共に、 横綱土俵入りを披露する必要が生じたため、最終的には、吉田司屋側が折れる形で決着がつき、1830年には、横綱免許が正式に授与された。その後は、大野松六之助と競い合って、江戸時代後期の相撲黄金時代を築き上げ、当時の川柳にはなどと読まれ、来年と比較されるほどの競合力士だったことが、伝わる。現役引退後は、 運襲相撲の頭取りを務めたが、犯罪性禁縮の動きの中で、抱えの力士が減少したため、大きな任務がないまま終わった。一方で力士の祖母を戒しめ、精神の鍛錬を進めた相撲君を表し、死去する直前の時世では、稲妻のさりゆく空や秋の風と残すほどの風流人だったと言われる。墓は、原宿の日蓮宗明園児に存在する。怪力で知られ、 千が山ほど詰まった重い火鉢を片手で持ち上げ、キセルの火をつけるほどだったと言われる。引退後の1859年に神気官僚からユーラスキという白い浅綱を送られ、横綱の一種と介して三つの横綱免許を持つ唯一の力士とする見方もある。江戸相撲の本場所のみを示す。青年には1795年1798年という、 説も存在する。東京ふるさと文庫11東京にふるさとを作る。改編。渋谷区の歴史名著出版賞は53年9月30日発行。P220。山崎徹公式インスタグラムより2019年10月23日。閲覧。ありがとうございます。